は、スキャンダルの春菜です。なんとスタートユアジャーニーシーズン2を迎えることができました。ありがとうございます。シーズン2ではゲストアーティストをお招きし、ギターを中心に楽器の楽しさ、さらに初心者に挑戦してほしいテクニックなどをお伝えしていけたらなと思っています。今回のゲストはキートークの巨匠こと寺中智正さんです。お願いします。よろしくお願いします。キートークのギターボーカルの巨匠です。お願いします。はい、今回は2人でやっていこうと思うんですけども、はい、久しぶりですよね。そうですね、うん、あでも、うん、この前のジャパンジャムで面白いことありまして。何ですか、ちょっと待って、何ですか。なんかあの受付スペースぐらいというか、まあ、みんなが通るような場所で、キードクのギターのリーダーの小野くんと歩いてて、うん、で小野くんがなんかあって言ってこう手を挙げたんですよ、うんうん、そしたらスキャンダルのどうなったかお二人ぐらいなんかいたみたい で、うんうん、でちょうど角をパッて曲がっていっちゃって、うんうん、で小野くんがこうその右手をこう、うん、あれえちょっと待って今、ね、届いてなかったよねってうわーって言って、まあ、あのナチュラルなこれ見ましたよみたいな面白いですか僕ら。面白いですまあそんなここでキートークさんを私からご紹介させていただきます。はい、2013年にメジャーデビュー、東京下北沢を活動拠点とする4人組バンドと、そして2015年には初の日本武道館公演を成功、ドラマやアニメの主題歌を提供するなど人気を集めています。2019年11月ユニバーサルミュージックに移籍し、それまでのダンスロックのイメージからさらに音楽の幅を広げ活動の場を増やしているバンドでございます。もはやもうそんな下北沢っていう感じでもないですよ。あいやいやいや、ちょっとすぐやめてくださいあのずっと下北沢から来ました。あ、はい、まあ、そうですね、はい、あ全然港区にはいないですよ、うん、いないんで港区とは言ってない、はい、空いてない、空いてない、いないです。港区は言ってないですけど、はい、世田谷区の下北沢で活動してます、うんうんうん、はい、まあ、ちょっと私たち同い年ですからね、はい、そうそうね、うん、そうなんですよ ね、 ね、なんかちゃんとこうやってお話しする機会って正直そんなになかったじゃないですか、うんうん、そんなにどころじゃなくないですか。ないですね、ゼロですよまあ僕も多分あの時手を挙げてたらコーナーした類の人間ですけどはい、なので、はい、まあ、いろいろお話できるの楽しみにしています、はい、お願いします。今回のテーマはコードを鳴らそうということで、うん、まあ、コードとはというところなんですけど、うんうんうん、コードとは日本語では和音のことですね。そうですね、はいはい、まあ、コードといっても、ね、いろんな弾き方だったりとか呼び方だったりとかっていうのが、ね、ローコード、ハイコードとか、はいはいはい、あとは、まあ、パワーコードといって、うん、普通の、ね、こうローコードではなくて少し簡単な押さえ方、ね、音数少なく、うん、でもなんかすごいパワーがあるコードがあって、うんうんうん、じゃあちょっと基本となるコードをいくつか鳴らしてみてもらってもいいですか。はい、はい、じゃあちょっとあのギター3本用意していただいてるんですけども、うん、はい、どれを使いますか。普段僕がライブで、うん、基本的に使っている形と一緒なんですけども、うんうんうん、こちらのテレキャスター、はい、もう最初からテレキャスターが多いですか。そうですね、初めて買ったギターもテレキャスターだったり、うん、あ、そうなんだ。なんだろうな、なんかその決め手はあったんですか。うん、決め手はもともとあんまりバンドを聴いてこなくて、ゆず、うんうん、が大好きだったんですよ、もともと音楽始めたきっかけが、うんうん、なんであんまりエレキギターに触れてこなかったんですけど、うんうん、あのシネマスタッフ、はいはい、最初になんかすごいかっこいいなと思ったバンドがシネマスタッフ で、うん、でそれのギターボーカルの飯田さんがテレキャスターを持ってたっていう、うん、なるほどね。でもギターの選び方って基本的にそういうところが大きいかなと思うんですよ、うんうんうん、あと形から入るっていう。そう、私も形から入ったんで、うん、割と最初のきっかけってそういう感じですね。そうですね、音の違いも最初はもちろんあまり分からないし、うんうん、そう、分からないですからね、うんうん、さてここからはギターを始めたばかりという初心者の方向けの練習方法を、巨匠にギターを弾いてもらいながら教えてもらいましょう。なるほど、はい、そしたらじゃあ、はい、基本となるコード、そうですね、じゃあまずですね G というコード、はい、これ G というコードと、うん、とりあえず鳴らしちゃおうかな、うんうん、じゃあ E マイナー、で A マイナー、で
ちょっと難しいんですけど F F ね F で E7 おこの5つのコード弾ければ、うん、この5つさえ押さえれれば弾けますよって曲多分世の中にたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、なんかこう、うん、マイナーだったり、うん、7とか、はい、マイナー、はいうん、っていうちょっとこうワードとしてはなんとなく難しそうな感じもするんですけど、うん、実際に押さえてみるとそんなに難しい押さえ方ではないよっていうことですね。そうなんですよね、うん、マイナーがつくからセブンスがつくから難しくなるっていうわけではなくて、うん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 そうだね、今のだったらこう多分 F が一番難しいと思うんですけど、うんうん、この人差し指でこう全部を押す、うん、押さえるっていう、はい、これはなんかバレエコードって言って、うんまあ、これは最初にやっぱりぶつかる壁の一つ、ね、一番大きい壁かもしれないですね。誰もが、ねうん、そこで挫折すると言われているなかなか押さえなくてこう音が鳴らないみたいな、うんうんうん、それこそそのバレエコードの難しいところって全部こう、うん、ね全部抑えて押さえなきゃいけないっていう、うん、そのなんか指の角度だったりとか、はい、どういうふうにその F を克服したかみたいなとかってあります、うん、F は F でもこう簡単な別の押さえ方があったりだとか、うん、この人差し指をこうカットしてこの下だけ押さえてこう押さえてないあの押さえてない一番上の弦はこう、はいはいちょっと指を添えてミュートしちゃう、うんうん、でそれで鳴らすのもこちら F と、うんうん、まあほぼほぼ一緒 で、 そうです、ね、聞こえ方はそんなに変わらないけど、はいうん、でもまあ少し簡略化して弾くこともできる、うんそうですねうん、特にあのでこうバンドしたいっていう方は、うん、こうバンドをなかなかあの座ってやるスタイルの人少ないと思うん で、 そうです、ね、立ってやるじゃないですか、うん、立ってやるとギターってさらにまた難しくなって、うんうんうん、その時にこの F がさらに難しくなるタイミングがあるんで、うんうんうんこの簡単な方から先に覚えたらいいのかな、うん、まずね1曲弾こうと思ったら、ね、とりあえず弾こうと思ったら簡単にして、うん、できる方法自分に合ったできる方法を見つけるっていうところはポイントかもしれないですね、うん、そうです、まあ、どうしてもねこのコードっていうのは曲にほとんど、うんうん、そうなんですよねどの曲も大体使うから、うんうんうん、それではここまで押さえてきたポイントを踏まえつつ、はい、実際に、はい、さっきのコードを使ってで曲を演奏してもらいたいなと思うんですけども、はい、実はさっきのコードでキートークの楽曲が弾けるとそうなんです、うん、今のコード進行だと僕らのあのシンパシーっていう楽曲があるんですけど、うんうんうん、それのサビの部分が、はいはい、弾けるようになってます、はい、今の5個のコードですかね、うん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 、はい。もうこれはもう絶対最初できないですよ、はい、そうですね絶対できないとは思いますけどこの、ねうん、スピード感も含めてちょっと難しいとは思うんですけども、はいはいどうしようかじゃあ一応その原曲っぽく、はいはい、弾いてみたいと思いますね、うん、じゃあせっかくなんで、さっき言ってた F をちょっと簡単なバージョンで、うんはい、ありがたいちょっとやってみたいと思います、うん、サービのところいきますね、うん、おー、はい、なるほど確かに初めからこのスピード感は難しいと思う、はい、無理ですでもなんか YouTube ってゆっくり再生できるんですよね今あなんかそのボタンがあるってのちょっと聞いたことあるんですけどそう、うん、確かゆっくり回してみてくださいみんなへーって言ってゆっくり弾いてもらっていいですかじゃあゆっくり弾きますか、はい、じゃあ自分の力でゆっくり弾きます、はい、お願いします、じゃあゆっくり弾きますねこれでも無理だと思いますこれをさらにゆっくりのボタンを押したら分かりやすいかも自分でもびっくりするぐらいゆっくりやって大丈夫ってことですよね、はい、練習の時はね、うんうん、もう今ゆっくりやったよりももっともっとゆっくりやっていいと思うんで、ねうん、それじゃあ一つ目、はい、G からいきたいと思います、うんこの
コードをこう全体に入れるんですけど、全部に入れるんですけど、こう何ですか、指をちょっとこう立てるというか、この面に対して垂直に、そうそう、あまり指が寝ちゃうとこのこういう鳴らない音が出てきちゃう、他の弦を触っちゃう、そうです、まあでもあんまり神経質になりすぎても、実は寝て音が消えたとしても、もう本当に1本2本なれば結構コードっぽくはなるので、これが寝ちゃってる状態でもなんかまあそれっぽくはなるんで、最初はそんな気にせず、ルートの音が鳴ってれば、そうそう、ルートっていう何ですかね、そのコードを支える一番低い音がルートっていうんですけど、この高い音から始まってこの一番上のこの音、この音がはっきりなってればね、結構それっぽく、音程は分かるので、音程は分かる、これが G で、じゃあ次 E マイナーいきます。いいですね、いいですね、いいですね、E マイナーはいいですね、哀愁ありますね、哀愁、これすごい、そう、これもしかしたら僕一番最初覚えたことかもしれないです、うんうんうん、ああでも私も、はいはい、E 系列かもしれない、 E 系列、そう、うんうん、E は全体的に簡単で、うん、E マイナーは特に簡単というか、あれですね、あのかぐや姫の神田川の一番最初のコードです、はい、この感じですね、本当だ、はい、あなたはですね、わからない人はわからないですけど、はい、じゃあ次のコードがA マイナーいきます、そうですね、これもなんか E マイナーからこう行きやすいことだったね、そうですね、でもなんかその E マイナーから A マイナーの流れとかは割と早めに習得できそうな、ね、指の この流れですよね、位置を一個ずつ下にずらして人差し指加えるとか、そういうのは自分で多分練習してるうちに気づけていけると思う、意外とそんなに指動かさなくてよかったんだみたいなとかも結構あったりしますよね、そうそうそう、なんかこうちょっと一段ずつ下にずらすだけで OK とか、とかね、なんかそういうのも気づけてくるんで、とりあえずそのゆっくりでいいんで、そのテンポの中で、まあ、ちょっと無理やりやってみるみたいな、そうするとコードチェンジがどんどん上手くなっていくのかなっていうのはありますね、はい、はい、じゃあ次が、F、F これがちょっと難しい、これがあの人差し指が、弦6本全部押さえるっていうバレーコードっていうんですけど、これがちょっとね最初の難関というかギターの、この壁につまずいてしまう方が多いので、これはちょっと、ね、気合で、そうですね、そう、なんかどのタイミングで弾けるようになるんでしょうね、急に弾けるようになってませんでした、なんか本当多分ちょっとずつちょっとずつ音が出るようになってっていうところだと思うんで、まあ、これはもう慣れてもらって、これもあれなんですね、こうちょっとしたコツというか、やっぱりあんまりギュッと握ろうとしても次はこの他の3本に力が入らなかったりとかあるんで、なんかちょっとこう指を寝せて押さえてあげるみたいな、こっちだけね、人差し指だけ、こういう力じゃなくてちょっとこういう力の方が音出やすいかなっていう、なんかコツはありますね、で、最後が E7、はいはい、これあの A マイナーにつなげたくなるコード、この後に、最後ですよねちょっとこれは神田ガレアにはないんですけど、これでもなんとなくいっぱいありますね、これ、そうですね、ラララララララみたいな、このコードだけで巨匠 の好みが分かったような気がします、あ、本当ですか、そう、僕は家でずっとこの2つのコードを見てますっていう5つですかね、はい、はい、なので、まあ、初めはすごい難しいと思うんですけども、もうびっくりするぐらいゆっくりテンポを落として、そう、ゆっくり、はい、やって大丈夫なので、ぜひ、ね、最低1日1回この動画を、あ、そうです ね見てもらって、巨匠と一緒に弾けるようになるっていう、弾いてもらって練習してもらって、まあ、ちなみにこの5つのコードを覚えたら、世の中の3割ぐらいの曲弾けんじゃないかなと思ってるんですよ、そのスペシャルコードだと思いますよ、そのなんか、もちろんそのままあの完コピではなく、ちょっと応用というか、あの簡単な方に変えてみたりって、なんかそういう技術も必要なんですけど、
このね5つを覚えたらね、あのとりあえずキートークの曲は3割いけます、うん、おそう本当多分なるほど多分じゃあぜひ今日のこの、はい、5つのコードを覚えていただいて、はい、他のキートークの曲にもね挑戦してもらえたらなと思います、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、また次回の動画でお会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜とキートークギターボーカル巨匠でした。バイバイ。バイバイ。